第5章気候の最中に起こりやすい異常な反応とその処理 A 全身に圧感があるひどく汗をかく気候では全身を動かしているのである程度の体が熱くなったり汗をかいたりするのは自然な反応で心配はいりませんしかしひどく熱くなったり大汗をかいたり高熱が出る場合は練り込を中止します その判断は体が暑くても汗をかいても気分が良ければ問題はありませんが気分が悪ければその時点で休止します呼吸に力を入れすぎてリラックスできない時や雑念が多くて精神的緊張の高い時に起こりやすい反応です大汗かいた時は水分の補給が必要ですがんの患者さんでは時として 慢性的に微熱が出ることがありこれを悪性熱と呼んでいますこの熱はがんを排除しようとする体の反応ですから高い熱でなければ気にする必要はありません B 唾液が多くなる練り子気候を鍛錬することしている時は呼吸や舌の動きに唾液腺が刺激されて唾液が多く出やすくなりますこの場合は唾液を飲み込みます 吐き出してはいけません。さらに飲み込んだ唾液をイメージ・イネンで下腹部の丹田に送るようにします唾液は東洋医学では椎木と呼ばれ非常に有用な成分が含まれているとされ食欲を増進させ消化を促進します C. 体重が増加する練り子が進み消化機能が改善されると体重が増加する場合がありますが これは体質改善の結果です。もともと肥満気味の人は食事制限を行い場合により断食も行って体重の増加を防ぎますがんの人は痩せているという先入観がありますがこれは誤りですがんが進行してきて食欲が落ちてくると痩せますが早期の場合はむしろ肥満している人の方が多く肥満は 心筋梗塞や糖尿病ばかりでなくがんの危険因子といえますこのためがんにかかっている人はできるだけ肥満しないように注意するべきです D 雑念が起こる「練り口中は「理念と呼ばれるイメージに意識を集中することが大切ですが集中ができずいろいろ余分な思いが起こってきますこれを雑念と呼びます寒すぎたり 暑すぎたり騒がしい環境精神的なイライラ、病気に対する焦り病気の不快な症状などが雑念の原因となりますあまり雑念がひどければ練り香を中止してしばらく気分転換をして別のことに心を向けます気温や騒音が原因となっていれば気温調節や防音などで環境を変えます 丹田の感覚や気の流れなどをイメージして心を集中したり呼吸数を数えて呼吸認識を集中したりすることすなわち意気合いが雑念の防止になりますそれでも雑念が起こるときは功を焦らずある程度の雑念は初めのうちは仕方がないと無理に雑念を抑えず練り功を続ければいつかは雑念も少なくなるだろうと 楽観的な気持ちで対処するといいでしょう雑念を無理に抑えつけることにあまりにもこだわりすぎると自律神経のバランスが乱れ様々な不快な症状に悩まされることがありますこれを気候では偏差と今言います偏差にはイメージが体の中で空海を起こす内気太め自動的に体のあちこちが動いたりするガイドを増やめ 頭が締め付けられるように痛む走り火幻覚や妄想が起こるー魔などがありますいい胸苦しさ息切れ呼吸が乱れる練り口中に胸苦しいとか息切れなどの症状が現れたら練り込を中止し深呼吸をすると多くの場合症状が改善します練り込時に不自然な姿勢をとったり呼吸の回数を 無理に少なくしようとすると息苦しくなることがあります呼吸のコントロールは大切ですが無理にすることではありません息切れや胸苦しさが激しい時は心臓や肺の病気のことがあるので注意が必要です息切れや胸苦しさのある時は軽度である場合を除いては激しい動作を伴う工法は行わないようにします F 動機が起こる 練り口中に心臓がドキドキする動機を感じたときは、とりあえず練り口を中止して安静にします。改善したら、また練り口を行います。動悸が激しいときは、心臓や肺の病気のことがあるので注意が必要です。精神的な不安が原因で動悸が起こることもあります。動悸があるときは、軽度である場合を除いて、 激しい動作を伴うなう工法は行わないようにします。G 頭痛、つおも感や頭が張ったように感じる。練屈腰中に頭痛、つおも感や頭が張ったように感じるときは、とりあえず寝坑を中止して安静にします。イメージで頭の部分に意識を集中しすぎると、頭痛やつおもが起こりやすくなります。また 気を頭部にに上げててそのままにしておくと、頭痛が起こりやすくなります後方の終了時におさむこうと称して上に上げた腕を上から下に下ろすのも頭部に上がった気を丹田に下げるようイメージしているのですから必ず行います高血圧や低血圧の人は脳循環の乱れが原因で頭痛や頭オ感が起こりやすくなります 軽度である場合をを除いいいて激しし動作を伴ううは行わないようにします H ボーとして眠くなる。練り工事は適温の静かな環境で雑念を除いてリラックスしているため頭がボーとして眠くなる場合があります。特に座った体位や仰向けで寝ている体位では眠くなりがちです。眠ってしまっても大きな害はないのですが。 せっかくの寝り口が途切れてしまいますし、生活のリズムが狂います。リラックスによる乳性と睡眠とは違います。寝り口時すぐ眠くなる人は、できるだけ立って寝り口をします。頭や首を叩いたり振ったりすると、眠気防止に効果があります。また、お茶を飲んでもいいでしょう。睡眠不足が原因なら、十分に睡眠をとることが第一です。 食事の量を多くすると血液が消化器に集中して眠くなることがあります。相眠れなくなる。練り行を始めてからしばらくすると不眠になり深い眠りが得られなくなる人もいます。このような人は昼間の練り行中に眠ると夜になって不眠が著しくなりますので練り行中の居眠りや昼寝をしないように心がけます。寄稿をすると、 脳の治療が良くなる結果脳細胞が刺激されて不眠になることがありますので不眠傾向のある人は夜間眠る前ににをししないようにします。病気で療養中はどうしても昼間安静にしていることが多いので夜間不眠になりがちですこれを昼夜逆転と言い神経症ノイローゼや認知障害老人性痴呆の人によく見られます このような時、安易に睡眠薬などに頼ってはいけません。J 口の中が乾燥する練り口中に口の中が乾燥するのは、唾液の分泌が減少しているか、水分の摂取不足が原因です。口呼吸の時間を長くすると、口や舌が乾燥します。この場合は、口呼吸をやめて、鼻で呼吸する時間を長くするようにします。 吸気の時間を長くしたり吸気の後の呼吸停止止め息を長くしすぎると交感神経が緊張して唾液分泌が抑制され口や舌が乾燥します耳の周りや顎の下を両手でマッサージするのも唾液腺を刺激して唾液の量を増やすのに有効ですまた練り口の前後に水分を取ってもいいでしょう軽腹が張る 練り工後に腹部ががが張って苦しくなる腹腹部部ホマンが起こることがあります。腹部を動かす腹式呼吸の時に力を入れすぎると腸管運動が抑制されて腹部が膨れる場合もありますこのような時には意識的な腹式呼吸をしばらく控えますまた練り工時はできるだけ空腹の時を選びますひどい腹部ホウマンが起これば 便通を整え食事を制限し腹部のマッサージを行います腹部に障害がある人や腹部の手術をした経験がある人は腹式呼吸を強くすると腹部が張りやすくなるので注意が必要ですこのような人はなるべく弱い腹式呼吸から始めます L 全身倦怠感筋肉のだるさ関節痛しびれ感など心地いい 疲労感や軽い筋肉痛は運動を始めた当初は当然の現象で気にする必要はありませんしかし不快な倦怠感や筋肉のだるさやしびれ感が残るときは練り孔の時間を短くしたり寝いさおの強度を控えます体力のない人や病状の重い人は合式や半合式の姿勢で寝行します体力がついてきたら 座敷や他知識で行います病気の症状が重い人が気候を行うときはあくまでやって気持ちの良くなる程度に止めます辛いのを我慢して難行苦行で行うのはかえって逆効果です特に関節痛や腰痛などが強度な場合はその部位の安静が必要ですから行うと痛いか後から痛みが増強するような動作は控えます しかし痛みが軽度の場合は安静ばかりとっているとますます筋肉が衰えますから軽い痛みは我慢して動かすようにします。